で、まあちょっと今日ね、ちょっとこちらにね、スケッチブックを用意したんでね、モデルになってもらって、で、まあちょっと、俺がさ、そのりなちゃんのことをさ、まあこういう風に見ながら、まあいっぱい見ながら、怖い、いっぱい見ながらさ、何回言うんですか、見ないでください、なんか。射精したいなってちょっと思って。どういう意味？大丈夫？なんか出ちゃってませんか？なんかその射精なんか知らないですけど。あ、どういうこと？そんな変なことじゃないと思うんですけど。変なことみたいに言わないで、じゃあ。すごい聞こえるから変な風に。だってよくありますよね、そのカップルの中でもね。彼女をさ、こういう風にこうモデルにしてさ、で、こう彼氏がこういう風にさ、こういう風にこうやって、いっぱい見て。見たことないな、そんなの。いっぱい見て。で、こういう風にいっぱい見て、射精するっていうのはちょっと気持ち悪いんですけど、違う意味の射精なんじゃないかな、知らないですけども、そんな声出ないです、絵描いてる時にっていう風に皆さんよくやってると思いますんで、分かんないです、それは僕たちもね、やっていければなとちょっと思います。